それではオス同士を近づけて交尾するのか検証しましょう。ほら、反応がありませんね。交尾の準備をするときにお尻を振って音を鳴らしますが、ピクリとも動きませんね。捕まっているだけで全く反応がありません。それでは次にメスの場合はどうなのかやってみましょう。やはり興奮しますね。お、交接器を出しています。ほら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 。 YouTube 的に良くないのでしまわせました。というわけで今回はこのカブトムシである実験を行います。もし交尾しようとしているカブトムシのメスがメスの匂いがついたオスにすり替わっていた場合、どのような反応をするのか検証します。それでは早速やっていきましょう。まずはメスのフェロモンをすりつけます。ほら、まんべんなく全身にすりつけます。それではオスとメスを貼り付けて興奮させます。興奮してる興奮してる。お、交接器を出しましたね。交尾直前です。ここですり替えましょう。こらこら、うわ、一瞬で興奮が止まり暴れ始めました。もちろん交接器もしまいましたね。明らかに反応が変わりました。うお、うお、うお、怒っています。これは完全にメスを取りに来たと勘違いしていますね。実はカブトムシは餌の取り合いだけではなくメスの取り合いでも喧嘩をします。こちらのカブトムシがメスを奪いに来たと勘違いしたんでしょうね。怒ってる怒ってる。
私に八つ当たりしていますね。ほら。餌を与えて機嫌を直してもらいます。